遮光器土偶は宇宙人ではニャンニャンニャかった。前に葛飾式土器の話を聞きましたね。今から 4,5千年前の縄文中期の土器ですよね。私も調べてみたのですが、人の顔のついた深鉢や釣り手土器がたくさんありました。一体誰の顔なんでしょうね。学者先生のほとんどはその顔は女神の顔と考えておるよ。西洋の考古学者たちが自母神について言うものだから、日本の考古学者もそれにつられて人面を自母神と考えているのかもしれぬな。ということは人面は女神ではないということですかね。博士の言うことはいつも学者先生の逆ですから。でもアカデミックな先生たちに逆らってばかりだと考古学会からそのうち石でも飛んできますよ。石といえば旧石器捏造事件というものがあったの。発掘の名人がいて次々と古い石器を発見するのだが、実はそれは偽物だった。しかしアカデミズムの人間の多くは嘘が見抜けず信じていたのじゃ。ごく一部に最初からおかしいと反論していた学者もいたが、逆にその学者が考古学会から村八分にされてしまっていたのじゃな。政治の世界を見てもわかるように、この世の中本当のことを言う人間が一番嫌われるのだから、困ったもんだ。博士、絶好調ですね。でもそろそろ本題をお願いしますよ。そうじゃった、そうじゃった。葛飾式の深鉢や釣り手土器についている人の顔の話じゃったの。まあだいたいそれらの顔を女神と勘違いするのは、見るからに優しげな顔だということもあるかもしれぬな。ということはこの顔は男の人の顔なのですか。今の時代でも女以上に美しい男もいるじゃろう。名前が玉なのに女というのもあるからの。博士、冗談はさておいて、葛飾式土器の人の顔は女性ではなく男性であるということですね。その理由は何なのですか。葛飾式土器を見るときに、みなついつい人面ばかりに気を取られてしまうのじゃな。しかし葛飾式土器に表現されているのはそれだけではないのじゃよ。例えば釣り手土器の背中を見てごらん。うねるような蛇の体が描かれておるな。このように人面は必ず蛇の体を伴っているのじゃ。つまり人頭打診ということなのだよ。へえ、そうなんですか。確か顔のついた土器には出産土器と呼ばれるのもあって、その土器の腹から出る顔は赤ちゃんの顔だと言われてますけど。出産土器は多くの学者が赤ん坊がまさに母親の腹から出てくる瞬間を表したものと考えたから、そう名付けられたのじゃな。だが出産時にしても人面の下側には蛇の体が伸びているよ。その蛇の体は尻尾のところで二股に割れ渦を巻いておるの。学術用語で言うヘミペニスじゃよ。葛飾式土器には土器の口にリアルなマムシが描かれたものも多いが、人面はそのマムシと同じ紙蛇なのじゃ。多くの学者はその人面を女神あるいは母親と言っているがな。見た目の優しげな顔には
注意しなくちゃいけませんね。女だと思って安心していたら、知らぬ間に腹がポンポンということにならぬようにな。